反対の立立場から立論させていただきますあの先ほど浜田先生も論議をされましたけど、私もあのメディアを通して国会の論戦を見ておりましたが、何か当たり前の話が多数派によって無視され続ける、こう不思議というか、気持ち悪いというか、そす,すごくその心の座りの悪い体験をしております。 私がこれから申し上げます日本語が多数派の先生方のお心に届くことを願って発言を続けます、えー、まず、あのレジュメが一応ありますのでこれが流れの筋ですがこの平和法案か平,平和安保法案か戦争法案かあのラベリングの争いがありましたけれどもこんなことで争ってのは本当に馬鹿らしくて。 あの現時点でもです、ね、現行法制度の下で平和と安全保障は確保されてるんですよね、私はそれは高く評価しています、専守防衛の。でこの、この法律ができることによって、法状況として何が変わるか、それはです、ね、現時点で、この法案が通って成立もしていない以上です、ね、どう頑張っても自衛隊を兵隊、軍隊として海外派兵することはできないんですよね。 それが今度の法律が出来上がると内閣の判断で自衛隊を海外へ派兵できるんですね、これが一番決定的な法状況の変化です、ですから、不戦の状況から戦争可能状態に入る、だから人によっては戦争準備法案と呼んでおられますけど、私は端的に一番わかりやすいの戦争法案以外の何物でもないんですね、これをあの目くじら立てて、レッドアルハリだ。 と起こる方。が、なぜそういう状態なのか、私ははっきり言って気持ち悪いと思います。あの真面目な議論をさせていただきたいと思います。それでなぜかとなぜ現在自衛隊が外で出せないか、これをあの自民党がずっと確立してきたことでありまして、私はその常識を共有しておりますが。憲法9条というのは敗戦国日本が。 やはりまだ信用されていないときに確かに押し付け憲法であれなんであれですねいきさつは今日は論じませんで私は押し付け憲法論もそのとおりだと思いますがとにかくわれわれが受け取ったことは間違いない事実なんです現に有効で機能しているだからこの国会も貴族委員ではなく参議院として存在しているわけですでその1項についてはいろいろ争いありますがよく自民党の憲法調査会の中で2項さえ取り払ってしまえば楽だよね といずっと出ていましたそれはつまり2項が邪魔になっているから2項は露骨に法律というのは言葉で語っているわけでありまして陸軍、海軍、空軍その他の戦力はも持てないだから海,海軍を持てないから警察呼びたいという第二自衛隊を作って名前を変えて海上自衛隊と呼んでいるんですね。これはあの戦争の道具として 国際基そのいと追うようにして9条の2項での講談で、公選権、これは国際法上の戦争をする国家としての法的資格も自ら閉じているわけです、そして76条2項で制度として軍法会議を持てない、軍というのは殺すこと、壊すことが勲章につながる特殊な世界でありまして、街中ではそれは刑事事件です。 そういう特殊な法体系で運用しないと軍隊って使えないんだから軍隊を持っている国は軍法関係の当たり前の話になりまして、このように我が国は軍隊を持てない、じゃあどうするか、万一当時まだ冷戦時代でしたから、アメリカが朝鮮動乱で出ていった後もし、イデオロギーとして国の使命として日本を共産化するために軍事力を行使してもいいと、憲法論的に読める国があったわけですよね。 兄弟の国そういう国が入ってきたらどうするか、それは法的には警察であるが、軍隊のごとき腕力を持った第二警察である自衛隊によって、だから国際法上、周辺以外は使えませんから、自国のテリトリーと周辺領域を使って追い返す、専守防衛という憲法原則が自民党内閣によって確立されたわけですよね。そそのその応用ととしてだかからら海外の禁止とそれから 海外における他国の武力行使と一体化しない、これを歴代自民党が確立してきたことで、私もこれを何とかトップできないかと冷戦時代を考えましたあの、ロシアという、ソ連という国は怖かったんで、だから今また状況が違ってきているわけでありまして、そこでですね、あの今行われているということは、あの先ほど浜田先生の話、また重ねますが、 私に言わせれば、一見、明白に違憲な法律が多数決で強行されようとしている、これはあの統一治用論,論をもってしてもです、ね、違憲判決を出しうるケースだと思いますけれども、あのこの合憲違憲論争は、われわれとしてはあの、もうなんていうか、飽きたというか、あのもうバカにして見ているというかあの、これはもう違憲性は、 明明白覚に立証されたからこれ以上我々は語らないというスタンスに今なりつつあるんですけれどもでこれはですねあの改めて申し上げます憲法99条憲法尊重擁護義務ってあるんですねでその権力者も人であるから間違いを起こしる昔の王様のように神ではないから 改めて法で規律させていただきますという合意でジョージ・ワシントンが成文憲法というものを作ってくれたわけですけども、それをわれわれは学んで輸入して、自らの道具として使っているわけですけども、その最高権力者、それは総理大臣もある意味で最高権力者、国会も国家の最高機関、こういうところで、ですね明明白々に危険なものを平然と押し通すということは、憲法99条違反という、 立憲主義の冒涜だとかいう,そういうきれいな表現以上にですねこれは最高権力がいかなる法的規律も受けないつまり憲法というのは国の主たる知見者国民が権力担当者に課した制約であるわけですからそれを権力担当者を預かっているだけに過ぎない表現は悪いけれども国の雇われまでもに過ぎない政治家たちがですね憲法を無視するということは今後 何でもできますよ独裁政治の始まりなんですね我々は常々おかしいと批判している北朝鮮と同じ体制信じがたいような話になりますだから私はあのこんなこと得意じゃないんですけども黙れないから喋ってるわけでありますそれから必ずこの,この法案を正当だという方は憲法論だけであ 白井先生おっしゃいましたが、憲法論だけで論ずるな、その安全保障ってこと忘れない必ずおっしゃるんですね、だけどそう言ってる方は、憲法論をすっ飛ばして、安全保障論だけ、つまり、これも伝統の自民,自民党がか,かりしてきた、必要最小限の防衛と行為は憲法が許容する、必要最小限、最小限、吹っ飛ばしちゃってるんですよね、必要なら何でもできるという議論。これででは、ね、法治国家でも 立憲国家でででもも何ないんですよねだから、憲法だけで論じるなというお言葉はですね、あの私は明確に反対しておきます、まず憲法で論じて、憲法内でできることを追求して、今、そこじゃないですか、専守防衛、十分この国、守られてるじゃないですか、それで足りないところはどうするか、決まってるじゃないですか、自民党の当然じゃないですか、私はそれに首しておりましたけれども、憲法改正、提案してくださいよ。 それで論争して、それを国民が認めたら、今回提案されているようなものはできるわけでありまして、それをやらないとかつて裏口人学と、あれは別の文脈で申し上げました、これはもうなんていうか、正門の突破ですよね、入ってはいけない、閉じられたもうを蹴破って入ってきているようなものでありまして、これ、国民主権国家に対する大変な無礼な話になります。 それから安全保障論を言うのであればですね私はこの法案、決して賢い法案だと思っておりません。まず世界の戦争を挙手的に見るとキリスト教グループとイスラム教グループの歴史的恨みは泥じゃみみたいになっていますで。日本はですねどちらの文明でもないんです。中東では気のいいお金持ちで結構マナーのある民族で優遇されていたわけです。それが アメリカすなわちキリスト教側の親玉の二軍として戦争に参加したらテロの対象になるじゃないですかワシントンですやニューヨークやロンドンやパリやマドリードがテロに襲われた事実を忘れてはいただきたくないと思いますそれからアメリカという国は私はあのアメリカで私もハーバードで訓練を受けてハーバードで働いたこともある男なんですけどもあのアメリカという国は戦争を続け続け続けて 破産した状態にる国で年に必ず1回は公務員の給与を支配するじゃないですか、借金の減額を超えるあれは戦費破産の国なんですよ、だからアメリカの当局者は何人も私に言いました、英語で、いつ日本はアメリカが与えた憲法9条を改催して、アメリカとともに戦争できる国になってくれるのかね、僕は会見の者として登録されてますから、つまり、肩代わりを求めてるんですね。 なぜ我が国が、ただでさえ危ないわが国が危険を犯して、戦費破産のお付き合いしなきゃいけないんですかやったら、特定の,あの企業の,あの経営者たちが安倍内閣になびいておりますが、それやはり、軍事の下請け作業で儲かるからかなと、邪水してしまいます。それでこれでこも あの解釈の論争の問題ですけどあの、大きな勘違いが行われていると思います。確かに、一見憲法あの動きのない形で見ると、憲法解釈の最終決定権は最高裁にあるように見えます。それはです、ね、裁判沙汰になった限りでは、そこで止まるんです、当事者の間では。でアメリカ憲法の運用実態を見ればです、ね、止まりません、そこで。つまり、政府がおかしなことをした、そしてその法律が、 施行されて事件になった、そしたらその関係者がそれを持って訴え出た、そして最高裁が違憲判決を下した、あるいは合憲判決を下した、最終的にはまさに統治教会が言っ,よ言っているように、ですね一時的にはその現場において、まず政府と国会のしたことがまかりとおりますよ、で裁判になったら最高裁の言ったことで、その当事者は関係を決められますよ、だけどその流れを見ていた試験者国民が、それっていいかなと。 よくないと思ったら、それをまかり通した政府を倒そうという動きもあるし、大体頑固な最高裁がいけないんだ、最高裁の構成を変えてしまい、現にあった話です。国会が中になって、じゃあ、裁判所法を改正して、好意的な裁判官を増やして、それは多数決逆転するじゃん、そこまでアメリカで具体的に提案される、そういうことを含めて、すね、我れ、司権者国民が今回の行いをきちんと見てです、ね、どちらが ななんていうかな政治のマナーにかなっているかの話であります。これはマナーのレベルの話です。そういう形で、最終的には、まずは次の参議院選挙、そして最終的には政権交代にかかる衆議院選挙で,です、ね、主権者国民が賢い判断をすると私は思っていますし、私はそれまであの泣き止まないつもりでおります。それで、ね あ,のあと2点、からずもですね、戦守防衛の結果、われわれは70年間、こんな大国が戦争しないという不思議な実績を作りました、これがアメリカの人間になって、どうやって安全保障理事国に入るんですか、無理ですよ、中国、ロシアが許さないじゃないですか、むしろ非戦の大国として、平和の調整役として入るというなら、あり得る話だと私は思います。 それから中国の脅威と北朝鮮の脅威ですけれども、北朝鮮は抜けない竹道のようなものがありまして、あの煩わしくはありますかどう喝す政治はあのきちんと専守防衛構えて無視すればいい、それから中国も、ですね立国時代の建国時代の3倍の国土を持っています、モンゴル、ウイグル、チベット、これは非武装地帯だから入っていっちゃったんです、実は。で、ベトナムには入っていって蹴り出されました。 それから台湾は武力解放、武力解放といって全然手が出ません。なぜならば、台湾も徹底した専守防衛とアメリカとのタイプで守られています。日本も同じです。中国は入れないところに入ってきます。入れないところは周りで騒ぎます。煩わしくはあります。だからもう少し冷静にですね、中国の脅威というものを見つめて、冷静に見つめて、この議論も結論は主権者国民が決めれい。今では主権者国民に決めさせてないですもん。 冷静に議論を積み重ねて主権者国民に納得づくで決めさせていただきたい以上ですありがとうございました次に松井公術人にお願いをいたします松井公